ろいろなことがありました1995年平成7年もあと3日となりました。師走の闘美を飾ります第9回爽やか杯決勝戦を迎えました。大阪府立体育会館から男女の決勝戦をお送りしてまいります。女子の決勝戦解説は全日本女子のおなじみ大林素子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。今まではのプレゼンターとして参加していただきましたが、はい、今日は解説ということで、はい、初めての解説ということですね。もうとても初めてなので緊張してますけれども、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さてベンチサイドには第1回のオリンピック有望選手に選ばれました田嶋麻子選手がいます。田嶋さん、はい、あの当時のことなど、あの当時というとずいぶん前のような感じなんですが、あの選手の気持ちが手に取るように分かると思うんで、あのその場所はレポートよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、さあ選手の保護者の方も4日間コートに負けない熱気でした。応援席には中本アナウンサーです。中本さん、はい、こちらは2階の応援席です。これから応援団の生の声をお伝えしてまいります。お聞きいただいてますように、応援団の方も気合十分です。選手たちと一緒に頑張ります。以上放送席お返しします。はい、よろしくお願いします。女子決勝の組み合わせは大阪南と長野となりました。両チームをご紹介しましょう。まず大会史上最多の3回目の優勝がかかります地元大阪南、夏の全日本中学校選手権2連覇の四天王寺中学、そして私立建国中学の選手が主力です。12人の平均が167センチとなっています。そしてここまでの勝ち上がりです。ここまで大阪南は今日午前中の準決勝まで5試合して全てストレート勝ちです。まさに強いの一言であります。続きまして5年ぶり2度目の決勝となりました長野、全中大会では3位になりました裾花中学が主力であります。平均身長が 166.4 センチ、そしてここまでの勝ち上がり、準々決勝の群馬戦、そして準決勝の長野戦と第1セットを先取されながら逆転で初の決勝進出です。粘りのバレーが新庄です。さて大林さん、はい、大阪南と長野の試合見どころはどういったところになりましょう。そうですね、本当に最近は中学生でも非常に高いバレーのレベルなので、今日もどのくらいのバレーをするのかってすごく私も楽しみなんですけれども、はい、それでは間もなく女子決勝が始まります。第9回爽やか杯女子決勝です。大阪南と長野の一戦になります。大阪南のサーブで試合が始まりました。レフトから田村決めました。この1番レフトです、エースです、田村。この田村の出来が長野の優勝を左右すると森山監督は話していました。サイドアウトで長野ボール上げてセンターを使いました。10番の阿波が決めました。164センチセンターです。サイドアウトが続きます。女子の決勝です。上げてやはり田村拾っています。大阪南は試合が進むにつれて良くなりました。磯川が打った。長野がエースを出してくれば大阪南もエースです。ブロック10番の阿波、まず先制点は大阪南です。大林さん、こういったのビッグゲームの1点目、非常に緊張するものだそうですね。そうですね、最初にスパイクを打つまでは非常に緊張してますので、まず1本目触ったのでほっとしてると思いますけどね。そしてサービスエースで2点目ということですね。はい、さあそれでは両チームのスターティングシックスご紹介いたしましょう。まず大阪南です。コート右側、1番がキャプテン才の木ライトです。2番がゴンセンターエース、4番、どうぞご注目ください、磯川陽子です。レフトでエース、6番がレフトの田口、そして10番がセンター阿波です。12番がセッターです、菅であります。一方コート左側、こちら側ですね、長野のスターティングシックス、1番が田村です、エースです、レフトです。2番が三沢センターです。4番が竹内センター、そして7番が八田セッターです。8番が佐藤レフトです、エース対角、そして11番が小島ライト、ライトというよりもレシーバーの役目をします。さあ2対1と大阪南がワンポイントリードしています。これはネットにかけてしまいました。さあこの長野の1番田村はサーブも強いんです。ライトから振った、
磯川ライトから打ってきました。これは返せません。大林さん、はい、この磯川陽子、大林さんみたいなプレイヤーになりたいと話してるんですが、そうですか、どんな風にご覧になりますか。私も今日初めて生で見たんですけれども、非常に雰囲気も良くて、スパイクとかプレーもすごくキレが良くシャープなので、かっこいいですね、見てて、かっこいい、はい、すごく爽やかという、本当に爽やか杯にぴったりの選手だなと思いました、はい、長野がメンバーチェンジです。9番の宇佐美ピンチサーバーです。さあレフトに振って6番の田口決めました。思わず大林さんが惜しいという声がありましたが、はい、長野の方は非常にすごく粘り強くて、はい、レシーブで決して目立たないプレーで頑張るという感じがすごく感じられますので、はい、本当にみんなで拾ってるなっていうのを、対大阪のすごくパワフルな攻撃的なバレーっていうのが、最初からすごく対照的だなと思って面白いですね、まあ、大林さんは一頃の日立とユニチカみたいだなという大阪南が日立で、そして長野の方がユニチカという、そうですね、攻撃チームと守備のチームっていう形がなんとなく出てるような感じがしますね、はい、これが4番の磯川です。どうぞご注目ください。オーバーで拾いました。さあ誰を使うか、田口に上げました。レフトオープン、8番の佐藤、これはアウト。サーバーは8番の佐藤美沙です。ネットにかけてしまいました。そして大林さん、今回のこの第9回の爽やか杯なんですが、世界のバレーボールの潮流といいましょうか、はい、サイドアウトを取られてしまうんだったら思い切ってサーブを打っていこうと、この爽やか杯もなったような感じなんですが、そのあたり大林さん、どんな風にご覧になりますか。準決勝の試合なんですけれども、長野対長崎の試合ですか、はい、試合もフルセットですごい試合だったんですけれども、やはりすごくサーブが相当、例えば長野チーム、強かったりしたので、すごいサーブ打ってるななんてびっくりして私は見てましたけれども、サーブとサーブレシーブっていうのはやはりバレーで一番大事なので、その辺どこまで長野がサーブで攻め切れるかだと思いますね。そして一番難しいというところになります ね、 そうですね、はい、先ほど下がりました三沢がコートに戻ります。この選手は176センチ、大きいですね、全選手中11位と、最高到達点が287センチ、これは10位の選手なんですね。ただ若干このレシーブが弱いんで前衛のところで使いたいんだと話している長野の森山監督です、はい、ブロックで頑張ってもらいたいですね、はい、さあスコアは3対1から動きません。深いところをつきました。白帯の上でワンバウンド、これは長野にラッキーでした。でも磯ヶ谷選手ですか、はい、すごくレシーブもいいですね、動きが非常にスムーズなので、見ててフライングレシーブとかもよくしますし、打つだけじゃないぞって感じがしますけれどもね、はい、2年連続のこの爽やか杯、画面一番向こう側4番の磯川なんですが、はい、去年に比べてやはり最上級生プレッシャーが違うと話してるんですね。そうですよね。でもそれは非常にやりがいにもつながりますし、今は本当に私がエースでやるんだぞっていうのはすごく伝わってきますね。あ、そうですか、やっぱりエースってそういうこう燃えなきゃいけないんでしょ。そうですね、もう自分がやることが一番ですから、そのプレーの背中でと。そうですね、その磯川決めました。強烈、大林さんおっしゃってました、非常にキレがありますね、このスパイク、そうですね、さあ磯川のサーブです。ネットにかけてしまいました。でもサーブは攻めてますね、お互いも、お互いともミス多いですけど、はい、すごく攻撃的なサーブを打ってると思います、はい、さあ三沢のサーブです。速攻を使いました。ナイスコンビですね、綺麗な速攻でした、ゴンであります、2番のゴン、非常にパワフルなスパイク、キレの磯川、そしてパワーのゴンであります。カンは誰を使う、レフトから田口、これで4点目が大阪南に入りました。4対1とスコアがなったところで、大阪南のリードとなったところで、長野チーム1回目のタイムアウトです。後半後半
さあ9対3と大きくこちら大阪南が6ポイントをリードしています。大林さん、このタイムアウトの間、長野の監督ですね、森山監督どんな話を、あっと10点目が入ります、していたんでしょうか。そうですね、基本的なことをおっしゃってたと思うんですけれども、とにかく基本ですよね、1枚ずつマークするとかそういったことだと思いますけれどもね。なるほどね。そして磯川店長と申しましょうか、ここまで対応してきたんですが、6番の田口に振ってみたりと、そういったこの作戦に切り替えているようですね。そうですね、もう自由に好きなようにバレーをしているって感じですね。ちょっと今余裕が出ている感じだと思います。はい、田嶋さん、コートサイドの田嶋さん、はい、東京チーム第1回大会優勝だったわけなんですが、はい、こういう時ってやっぱり大阪南に乗ってるんでしょ、当然。そうですね、こういう時は何やっても決まるんで、もう思いっきり やるだけですね。田嶋さんの時もそんな感じでしたか。はい、そうでした。この時には田嶋さんがオリンピック有望選手に選ばれて、なおかつプレゼンターが大林さんだったという。そうなんですよね、田嶋の中学生のもうプレーをよく見せてもらったという感じで、非常に私も懐かしいですね。あの時はメダルを渡していただいたんですが、偉い中学生が出てきたなってご覧になってたんじゃないですか。そうです、本当に非常に話題もありましたし、私の母校に八王子に進学するっていうの決まってたので、八王子を頼むよっていうふうに言ったのを非常に覚えてますね。あ、そうですか。さて、お話の間に4連続ポイント、大阪南12対3となっています。さあ、長野このまま第1セット取られてしまうのか。これはアウトボールです。さあ、メンバーチェンジです。2番の三沢がコートに戻ります。第1セットの序盤でもお話がありましたが、この三沢の176センチ、ブロックあたりでこう乗ってきたい。そうですね、1、2本止めるとムード変わるんですけども、磯川、二村上がってますね。拾っています、ライトに回した、サイノキが決めました。この攻撃はいいですね、やはりエースもその他の、脇役といいましょうか、ライトのポジションの人、センターのポジションの人がいて初めてと。そうですね、両チームともエースがしっかりしてますから、当然マークがいくので、それ以外が非常に鍵ですからね。今のようにセンターだとかライトが使えると非常にセッターは楽ですね。はい、さあ、長野のサーブ、磯川が行くコースに入っていました。小島、これはアウトです。チームメイトは彼女のレシーブ、小島のレシーブを職人芸のようなレシーブとそう話しています。ライトに振った、ライトから打ちました、田村、磯川、エースの打ち合いだ、誰を使う、ライトに振った、小島です。磯川が行く、ブロックを打ち切りました。これがエースです。大阪南13対3、10ポイントリードと変わりました。いかがですか、この大林さんスパイク。本当に頑張ってますね、すごくいいですね。バネを感じますね、非常にね、すごくジャンプが軽いんですよ。これです。さあ、これで14対3、大阪南第1セット1回目のセットポイント。厳しい2段になった、ブロック、最後はゴン。大阪南第1セット15対3、先取しました。大阪南が第1セットを先取しています。第2セットに入り、試合はエース田村を擁する長野のペース。現在得点は10対5と長野5点のリードです。レフトからブロックにかけて拾います。これがこの第2セット長野の得点源になります。レフトオープン、サイノキ、あっと足が動きませんでした。こういうプレーが出ちゃうんですよね、リズムに乗れないと。そうですね、思わずみんな顔を見合わせてしまったというところであります。レシーブが長野は良くなりましたね、本当に、本来のバレーができてるんじゃないですかね、サイノキです。これはワンタッチあります、うまいスパイクでした。はい、顔のスパイク、ワンタッチを狙ったスパイクでありました。2番のゴンのサーブ、
なんとか、ナイスレシーブ。さすがは決勝戦であります。クロス拾っている。サイモキンを上げたぞ。田口ダイレクトで返った。山本さん、ターン誰を使う。ライトから決めました。11対6。はい、中本さん、山本さん、はい、こちら大阪南の応援席です。才能選手のお父様、自営で喫茶店をやってらっしゃるんですが、今日はその喫茶店を休んで娘の応援に駆けつけたということで、やっぱりね、そりゃそうでしょうね、晴れ姿ですから。さあ、ここで大阪南が連続ポイント、11対7となります。まだまだ大林さん、これ分かりませんね。分からないですね、大阪南もだんだん、あー、サービスエース、ゴンの強力なサーブ、焦らないで落ち着いてほしいですね、長野ですね、はい。センターから拾っています。アンダーサイノキワンタッチあります。11対9となりました。3連続ポイント、長野のリードが2点。上げてセンターが速攻、うっと、これはうまい、目先を変えました、リズムを変えました。さあ、ここは慎重に入れておきたいところです。8番の佐藤、今はレフトでサイノキ、角田はエースです、田村です。12対9。さあ、これで大阪南のリズムを引き戻すことがなんとか拾ってる、ナイスレシーブ、押し合いだ、サイノキを使う、あっと、タッチネット。なんか大林さん、選手の気持ち分かりますね、ちょっとでもネットの近く、ボールの近くという、まさに大阪南、長野両チームとも全力を出し切ってのプレーです、はい。ライトからどうだ、繋がった、繋いでいます、ナイスプレー、どこに来るか、誰を使うか、レフトですね、エースです、磯川です。12対10、来ましたね、これは本当に長野の選手も泣きたいって気持ちでしょうね、本当に。いいサーブだ、これもエースだ、田村だ、これはフェイント、このせてる時でも非常に田村選手は冷静ですね、非常に状況判断のいい選手と、長野の森山監督は話してくれました、顔も非常にクールで、スッとしてるんですけど、きっと中ではもう燃えてるんでしょうね、燃えてるんでしょうね。さあ、決めました、2番の三沢、好きな選手は全日本の中野選手、若くてすごくかっこいいと、本当に中学生らしい感想であります。ゴンに変えて8番のシンを入れます、レシーバーであります。さあ、全く分かりません、第9回爽やか杯女子決勝、13対10、長野が3ポイントリード、拾った、ここはエース田村が行く、あ、ナイスキャッチ、あっと、つなげません、無情にもつなげません。第1セットは大阪南が先取、第2セットは長野がセットポイントを迎えました。大熱戦になります、第9回爽やか杯女子決行、ブロック、磯川、あーっとつなげません。大阪南としますと、なんとかセットポイントは逃れたというところであります。そしてゴンをコートに戻します、14対10。なんとか大阪南1回目のセットポイントは逃れました、あーもったいない、入りました、レフトです、タンは誰を使う、磯川だ、田村が受けた、そして田村が打つ、両エースの打ち合いだ、あーナイスキャッチ、拾えるか、小島が返した、レフトオープン、磯川が開いている、磯川が打つ、レシーブ、そして田村が打つ、白帯の上でネットでワンバウンド、長野にラッキーでありました、両エースの打ち合い、長野田村、そして大阪南磯川でありました。さあ、2回目のセットポイント、
上げて、やっぱりエースしかありません。大きな拍手であります。エースというのはこういったお客さんの拍手、歓声も何かエネルギーに変えるような、そんなパワーがあるような気がします。さあ上げて、小島です。急がしかないんです。大阪南決めた。あっと入りましたね。入っているというジャッジメント、グッドのコールであります。14対11。ここはもう大林さん、磯川ですね。大阪南はもうそれしかないですね、はい、このサーブはネットにかけてしまいました。ここで田村が下がりましたからね、ちょっと苦しいですね。長野ですね、はい、その田村がサーブです。やっぱり磯川です。どうだ、3回目のセットポイント長野。誰が行く、三沢だ。ワンタッチがあったというジャッジ、3回目のセットポイントになりました。第2セットは15対11、エースの打ち合いがありました。ワンオールとなりまして、これで勝負はファイナル第3セットとなりました。女子決勝、大阪南と長野の決勝であります。ファイナル第3セットに勝負はもつれ込みました。この第3セットも非常に連続ポイントの応酬、8対6と長野が分岐点、最初に8点目を握りました。ブロック吸い込みであります。打ち切りました。1番の田村、田村が粘って頑張ってますね、さあポイント差がじわじわと広がってきました。1番のサイノキ、さあこの辺でサービスエース欲しいところなんですが、行ってほしいですね、はい、さあ田口上げて、白田はライトに振りました。拾っています。ナイスレシーブ、サイノキが行く、ダイレクト返ってきた。ナイスレシーブ、速攻、あっとつなげません。9対7。とにかく5点6点とは得点差がつきません。白田レフトです。エース田村、大阪南チャンス、レフト磯川、つなげない、ナイス決めた。9対8、9対8です。まなじりを消した磯川の表情、ご覧いただけたでしょうか。もうこうなると本当に譲れません。ライトに振った、これはワンタッチを狙いました。4番の竹内であります。さあ長野が最初に2桁10点に乗せるんでありましょうか。乱れた、サーブカット乱れた、なんとか返した。さあ長野チャンスボール、10で入れた、うまい、うまい、嫌ですね、これはもう相手チームにするともういやらしいセッターという感じですけども、今までやってませんでしたからね。はい、そうですね、この試合初めて、大きいですよ今のは、磯川ならばエースです、大阪南です、磯川です、大林さんもこういった場面ご経験あると思うんですが、はい、もうエースにエースに、こういう時ってやっぱりエースですよね。そうですね、集まってきますよね、はい、特に相手にまあライバル、あのこのチームだと田村選手と磯川選手ですか、お互いいる場合は本当に、特に相手がいると、いればいるほど自分がやるんだって気持ちが強いですね、なるほど。さあここで11対8となったところで、大阪南2回目のタイムアウトです。速攻入れ、速攻しっかりやれ、アスレスこれがもう今からや、もう今しかないね、ご頑張れ、先輩頑張れ、おいのしげ、忘れたところに、もう忘れた位置、ちょうどアウトだ、いいアタッカーに合わせるな、もうクロスにどうしてやれ、11対8と長野が3ポイントリード。
初優勝に向かって動き出しました。12点目、12対8となりました。ゴンをコートに戻します。すでに大阪南は2回のタイムアウトを使い切っています。そして大阪南の応援団から何か季節して励ますような歌、これが聞こえてまいりました。さあ上げます、拾ってライトから小島、レフト頑張れ磯川、頑張れという声、それに応えるようにエース磯川、ナイスコースですね。はじみさん、はい、何か大阪南追い詰められましたね。なんかそうですね、でもまだまだいけるんで、はい、頑張ってほしいです。エースへのこのエースへ期待感っていうのがたじみさんも感じるでしょ、やっぱコート立ってますと、はい、すごい、なんか3セット目になったら、はい、ますます良くなってきたんで、追いついてほしいですね。追いついてほしい、はい、たじみさんからも応援のコールがありました。さあ12対9、その差は3点。白田ライトから打ち下ろしです。田村が打ち下ろしのスパイク。山本さん、はい、長野応援席です。こちらの方では選手と同じユニフォームの色、オレンジ色の、メガホンを持って一生懸命応援してるんですが、こちらの方にですね、お父様が選手の寄せ書き、その書いたトレーナーを着て一生懸命応援してます。なるほど。そして大阪南はそれぞれの選手が腕のところに心は一つと2年前の爽やか杯の OG の三好さんという人が提案してそれを書いているそうであります。さあ応援団も、そしてコートの上の選手も心は一つです。あっと、ちょっと呼吸が合いませんでした。三沢に変えて9番の宇佐美。ここは両チームともエースが下がってますから、はい、我慢のしどころだと思いますよ。そうですね、でもバックからでもどんどん打ってほしいですね。そうですね、はい、時折この磯川は見せますからね。田口、角田、ライトに振った小島、バックに行ってほしい、レフトですね。田口オーバーで拾ってなんとか返す、田口に打たせ決めました。さあこの大阪南、決勝に過去進んだ2回は全て優勝しています。そして大会史上最多の3度目の優勝がかかっています。サービスエース、サービスエース、山本さん、はい、大阪南です。もう先ほどから聞いていただいていますように、もう私の声が聞こえないぐらい応援席の方盛り上がってるんです。中本さんの声も聞きづらいようなそんな状況です。さあ拾いました、小島が返す、ブロック、長野チャンスボール、佐藤すごいラリーだ、頑張れ、まさに執念のラリー、大林さんが思わず目を寄せてしまう、目を配ってしまうといった、はい、小島が決めました。はい、いいところで活躍しますね。サーブもいい、サーブもいい、13対10、優勝に向かってこの長野じわじわっと動き出しました。センターからこれはどうだ、アウトです、アウト、14対10、長野優勝への1回目のマッチポイントであります。このまま敗れ去ってしまうのか大阪南、どうだ、これは無情にもアウト、長野初優勝、混戦を制したのは長野でありました。泣いています、まさに名勝負という言葉にたがわない女子決勝でありました。長野が初優勝を飾りました。大林さん、はい、ちょっと私も思わずうるっときてしまうような最後の結末でしたが、なんか最後はトントンと言ってしまってちょっと信じられないようなぐらい早い展開だったんですけど、頑張りましたよね両方とも本当に。そうですね、応援席も盛り上がってるかと思うんですが、ああもうお母さん方も泣いてますね。中本さん、はい、こちらの方に今日大活躍の田村選手のお母様に来ていただきました。お母様おめでとうございます。ありがとうございます。今の心境いかがでしょうか。もうここまで取れると思わなかったからもう最高の気分です。はい、どうもおめでとうございました。はい、もう最高の気分でしょうね。
そして優勝インタビューは田嶋さんにお願いしたいと思います。田嶋さん、はい、お願いします、はい。おめでとう優勝、どうですか？もう最高です。すごい今日はスパイクもレシーブもガンガン決めてたんですけど、決勝やってみてどうだったかな？緊張しましたか？初めはなかなか慣れなくて、1セット目なんかもう全然リズムが作れなかったんですけど、でも、もう2セット目からはもう慣れてきたからかみんなリズムもできてきて、キャプテンとしてまとめるの大変だったと思うんですけども、どうでしたか？やっぱいろんなチームからの集まったからか、初めはなかなかまとまることができなかったんですけど、今はもう最高のチームになりました。本当すごいいい思い出ができましたね。これからも頑張ってください。最後に一言。もう今まで優勝に向けて頑張ってきたんで、もう今はすごく最高です。田嶋さん、はい、ご覧になっていかがでしたか？そうですね、もう中学生じゃないみたいな試合で、もうこっちまで本当ドキドキしちゃって、すごい良かったと思います。なるほど、はい、思わず思い出しましたか？そうですね、ご自分の大会の頃、はいはい、ありがとうございました、はい。さて大林さん、はい、もう本当に両チームもう勝敗つけちゃうのここだっていう気がしましたね。本当に両チームとも本当に頑張りまして、磯川選手も本当によく頑張りましたし、田村選手も本当に良かったと思いますよ、非常に今の田村そして磯川ですね、大阪南の楽しみな選手という、もうこれからすごく非常に期待できますよね、早く高校生になってプレーを見たいなと思いますね、はい。大林さん今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。第9回爽やか杯女子決勝はセットカウント2対1大激戦になりました。長野が初優勝を飾りました。ご覧いただきましたように長野が初優勝を飾ったわけですが、佐伯さん、女子の決勝なんで タイプが違う両チームの決勝戦いかがでしたか？そうですね、レベルの高さに大変驚いたんですけど、勝敗を、ね、分けたのはどこですか？やっぱりレシーブですかね、大変レシーブが良かったと思います。ディフェンスの勝利だという感じですか？はい、それにしてもキビキビとしたすごい、非常に清々しいバレーでしたよね、はい、非常に佐伯さんのようなバレーでしたけれどもところで中西さん一言お願いします。そうですね、本当にレベルが高くてびっくりしたんですけども、長野のレシーブですけども、まるでユニチカのバレーを見ているようなそんな感じでしたね、そんな感じでした、本当に素晴らしいという一言に尽きる試合でした。コマーシャルの後は男子の決勝です。